はい。あの、だらけですよ。<laughs> あの、虚無感 <laughs> あのを感じることは本当に多々あ,あります。ただ、あの、えっ、ー、と、私は、えー、多分、割とこう、自分の気持ちのフォーカスを小さいところに置いているので、あの、まあそうですね、あの、今回の大統領選挙でもいろんななんかボランティアをやったりとか、 あの活動に参加したりとかもしたんですけれどもそういう中でこう小さな幸せみたいな一人の人とこういう話ができたとか一、えー、人の一人向い方が増えたとかっていうところであの喜びを探していくっていうのが、まあ、自分のメンタルセーフティ的なあの対策かなと思ってますただあの、えー、たまにあのさっきあの宇都宮さんがおっしゃってた黒川検事長の事件とかあのこう小さな まあ、あれは結構大きかったと思うんですけれどもその勝利体験みたいなものがあの積み重なっていくと結構あのへこたれないで済むというかはいあのでそれが多分今の日本に必要なところなんだと思うんですよねただあの私は今回今回というかあのコロナウイルス以降日本の人たちも声を上げるあの今までこうね あのそういうことに積極的じゃなかった人たちが声を出したりとかするっていうのをあの見るようになったので、日本もきっと動いてるんじゃないかなというふうに思ってます。